久保さんちょっと質問の仕方が悪かったですね。行動できる人と行動できない人の違い、これでいきましょうか。まあ、今年ももう、あと15日ぐらいですか、16日とか。はい、ね終わりますね。 昨日ね、あのー、一気に45本アップしてたんですけど、アップロードできなくて、まあ、今からメール送ろうかなと思います <laughs>、はい。とりあえず、アップロード全部終わってましたんで。まあ、あの、久保さんが3年で、まあ、 最初3億円あ3億か1億,億3,000万かまあでもみんな同じ情報同じものを習っていてね、うん、久保さんと同じような結果を出した人っていうのはまあ少ないのかなと思うんですけどねまあこれはあの多分ねマトリあの「イリュージョン3」のセミナーでもなんかいろいろ言ってましたけどね まあ行動できる人と、なんで久保哲郎はね、あの行動できたのかと。ね。まあ多分、みんながね、1億円稼げるかどうかわからないけども、多分、多分ですよ。多分ていうか、これは間違いないと言っても過言ではないですけど、久保さんと同じ量をやって、僕は稼げないっていうことは考えられないですね。うん 億万長者合宿に参加すると稼げるんですかっていう質問をねいただきましたけどね本あの逆に言うと久保さんと同じ量をやって行動して稼げないと思いますかと僕は言いたいですけどね <laughs> <laughs> 久保さんと同じ量をやって、うん、もちろん1億円は稼げるかわからないですけど 月収100万、ここは生きると思いますし、うん、3年間、久保さんと同じ量をやって月収100万に到達しないのかと、うん、どうなんでしょうね。うん、まあ、わからないですけど、わからないですけど、わかることもあるかなというところでございます。いってらっしゃい。